大きな落とし穴があって、はいはいはい、で、漫画が好きだから漫画家になりたい、でもそれが全然違って、はい、あ、漫画家になれないなって分かる瞬間があった。分かる瞬間そう。でも怖い話をすると、はい、刺さりました、すごい。どうも、声優の月城里奈です。本日もゲストに漫画ライブペインターの内田慎之介先生をお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名古屋ペンネーム漫画ライブペインターの内田慎之介です。今日はいっぱいお話がね、できそうな企画なんですよ。前回はライブペイントをね、していただいた作品が今あるんですけども、はい、今日は先生が漫画ライブペインターとして活躍されてるんですけど、その以前のお話とか、うん、どうしてこの業界を目指そうと思ったのかとか、はい、そういうきっかけとかを聞けていけたら嬉しいなと思っております。はい、今回は当時の生原稿を見せていただけるということで、そうですね、いいんですか、はい、いや、すごい、生原稿なんて見たことないです、私。あ、待って、一回あるわ。なんか、一回ある。なんか、某作家さんの展示会とかなので、やっぱガラス越しにしか見たことないから、はいはいはい、この目でこんな近くで見てて。さらに、動画の最後には、はい、私が内田先生の漫画のセリフを読ませていただくスペシャルコラボもあります。嬉しい。イエーイ。なので今日は動画をぜひ最後までご覧ください。まずはじゃあ、デビューのご経験について、ちょっと聞いてもいいですか、はいはい、もともとその大学4年の時に漫画家目指して、うんうん、はい、23の年に出てきたんですよ。最初は漫画家から始まったっていう、漫画家志望から始まって、うんうんうん、はい、初めはこんな大きい漫画も描いてなかったんですけど、うんうんうん、23の時に出てきて23でデビューしてるんですよ、漫画家として。すごい早くて、そっからその漫画家志望から連載に向けての話、はい、苦労が始まっていくっていう話をしていいですか、うん、もちろんです、もちろんです。もともと初めからこう巨大漫画を描きたいかったわけじゃなくて、初めは本当に普通の漫画家志望で、デビューはその割とトントンだったんですよ。すぐデビューしちゃったんですけど。そうですよね。なんか私のイメージだと結構もう下積み、うん、ひたすら家で描いて描いて描いてっていうので、うでね、やっとこうデビューっていうイメージなんですけど、うん、その分先生はちょっと早かったっていう。早いですね。2作目でデビュー。すごい。1作目は落選だったんですけど、うん、上京して2作目を描いた時に担当さんにその時もう拾ってもらってて、はいはい、コミティアっていうイベントで拾ってもらって、うん、で担当さんと一緒に作って賞に出したのがそのまま佳作を取って、佳、うん、作だと本来は乗らないんですけど、うっかり乗っちゃったんですよ、ページがあったそう準入選以上が副賞で乗る本誌掲載なんですけど、その時第1回のウルトラジャンプの新人賞で多分枠があったっぽくて、佳作だけど乗っちゃったんです。乗ったらデビューって言っていいんですよ、雑誌に乗ったらもう、 なんでそこの時点でもうデビューはした。で、漫画家志望としてはすごいトントンだったんですよ、うん、そこから賞を取ることと漫画を連載することって差がすごくて全然違いますよね。全然賞ってぶっちゃけ誰でも取れると思ってて、はいはいはい、絵が上手いだけでも取れる、絵がダメでもじゃあ話が面白ければ取れる、最悪絵って描いてたら上手くなるんですよ、続けてたら佳作は取れると思うんですよ、本当に誰でも。でもその先って絵が上手いだけでじゃあ連載できるかってできないんですよ、漫画って話が続いていくから、そう続けなきゃいけないからか、そう話が面白くないといけない。どっちかっていうと絵が上手い漫画より話が面白い漫画の方が読まれるんですよ。絵が上手でも2作目って多分読まないですよ、2冊目か、1話読んで絵めっちゃうまいけど話つまんないなってなったらそれでいい、絵下手くそだけどなんかめっちゃ面白いじゃん、ちゃんと続き超気になるってなって次も読むんですよ。そこがあって、話が作れないと漫画家には多分なれなくて、もうここにすごい大きな落とし穴があって、はいはいはい、漫画家目指す人って多分絵が描けるから目指す人多いと思うんですよ。そうですよね、絵が好きで描くことが好きでみたいなきっかけの方が、絵が好きだから絵を描くのが好きだから漫画家になりたい、でもそれは全然違って、はい、それだったらイラストレーターならなれるかもしれないですけど、そもそも漫画ってストーリーだから、うん、脚本とか演出とかを学ばないといけない、うん、なので言われたのは映画と同じで作り方が、うん、映画って脚本演出構成とか、漫画もぶっちゃけ同じで、漫画家って映画の仕事を一人で全部やってるんですよ、衣装デザインとか技術設定構成脚本とかを一人で全部やってるのが、うん、まあ、今はちょっと分かれてる、脚本作画担当で分かれてる作品が多いですね。私が目指してるのはすごいちょっと前なんですけど、うん、当時は割と珍しくてその分かれてる方が、だいたい一人で皆さんやれてたので、一、うん、人でその全部やるってかなり特殊なんですよ、天才の所業みたいな、うん、そうですよね。絶対向き不向きはどこかにあると思うし、そうなんです、絵が上手くても話苦手とかの方もいると思うし、そう考えると一人でワンマンで全部やるって異常ですね。確かに絵はさっきも言ったんですけど、描いてれば上手くなるんですよ、手で動かしてれば、うんうん、ストーリーって描けば描くほど上手くなるってわけじゃないんですよ、多分
の組み立てとかそのやっぱ見せ方とかを多分学ばないといけないので、うんうん、そこを多分やる人は少ないというか、そこに多分当たると思うんですよ。その漫画家志望さんって多分面白い話が作れない、ネームが通らないってなって私なんですけどそういう苦労もあったんですね。私なんですけど、それでずっとネームが通らなくて、賞は取ったけどそのままなんですよ。取っただけで その1個も載ってない。そこが賞を取ることと連載の難しさの違いっていう感じですかね。そうですね、超えれる人間が相当少ない。今連載されてる方って相当すごい。相当すごいですよ、さらに言うとそれが必ず売れるって誰もわかんないんですよ。確かに編集長がじゃあ OK これ連載しましょうってなっても結局つまんない漫画ってぶっちゃけ世に出てるじゃないですか。いろんな漫画があります。 それもでも全部チェックされて OK が出て世に出てるはずなのに、当たらないものは当たらなかったりする。確かにそこがすごい難しくて、誰が決めるものでもないし、絶対売れるものかわからないけどそれを世に出さないといけない。それは編集部の仕事、はいはい、商業でやるものと趣味でやるものと全然違うんですよ。結局漫画って商品なので、そこが割り切れなかったんですよ私は。言ってしまえばアキラが大好きで、大友先生のアキラを読んでこれが描きたいってなって、この絵めっちゃすごいし私もこれが描きたいってなって漫画が出して、それを持ち込むとどうなるかっていうと言われたのがこれは大友克洋先生の劣化版だって言われた。うわーきつい。さらにこれだと絵は古いから絵柄を変えてくださいって言われたんです。そんなことも言われるんですね。言われます、言われます。向こうは売れるものを作りたいです。だから売れる絵柄ってあるんです。売れる絵柄とか流行りの絵柄ももちろんあるし、はい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 、流行りのジャンルももちろんあるので、向こうはそれはそうですよね、売れなきゃいけない。そうですよね。ので売れるようにじゃあ絵を変えてください、ストーリーはこうしてくださいって言うけど、そもそも私はこの絵が描きたくてなりたかったから、絵を変えてデビューできたとしてもマジで意味ないって思ったんですよ。だってそれ内田先生である必要ないですもんね。そんなこと言われたら。そうなんです、私がやる意味なくないみたいな。それで私辞めたんです、漫画家志望。あ、そうなんですね。そう、絵を変えて世に出たところで仮にね、意味はないって思ったんですよ。私がそもそも目指したのはそうじゃなくて、私がその大友先生みたいなめっちゃああいう絵が描きたくて、あれで漫画家になりたかったけど、そうじゃないならじゃあやる意味なくないってなって辞めて、そっからじゃあ自由に漫画描こうって言って巨大漫画を始めたんです。そこがじゃあ一個のターニングポイントっていうか。そうですね、そこでもう分かったんですよ。あ、漫画家になれないなって分かる瞬間があったんですよ。分かる瞬間そう、これは絶対ですけど、その今もし何かやってる人、目指してる人がいたらこれは覚えておいてほしいんですけど、自分がなれないって思った瞬間になれないんですよ。ほー、それは絶対で、私も漫画家になれるって思い続けてたら多分なれるんですよ。で結構続けることはもちろん大事ですけど、なれないって思ったまま続けるのはかなり意味がない。多分なれない、なれないなって思ったら、でそれで納得するんだったらその瞬間やめていい。私はそれで漫画家志望をやめたけど、でも漫画が好きだから漫画を描くことは続けたんです、そこが多分違い。漫画家志望じゃなくて漫画家をやることは続けた。それでその大きい自由に漫画描こうと思ってライブペイントででかい漫画を描いたら、運がよくやってる人がいなかったんですよ。知らなくていたと思ったんですよ、ライブペイントで漫画描いてる人いなくはないだろうみたいな、って思ってやってみたらいなくて、デザインフェスタっていうイベントで結構大きかったんです。誰もやってないことをやったら珍しいってなって、でさらにその海外とか漫画人気で、しかもサイバーパンクアキラとかもすごい人気があって、で向こうの人って大きい絵大好きなんですよ、家がすごい大きいから、大きいポスターとか貼る文化があって、とにかく大きいものが大好き。確かに海外ドラマとかでなんか玄関にバカでかい絵飾ってありますもんねそういうことか。絵を飾る文化とかがあって、だからすごい合ってたんで、でかい漫画って分かりやすい、でかい漫画を描いてる日本人、ジャパニーズカルチャーみたいな感じでしかも一人しかいないしみたいな、しかいないみたいな、で面白いってなって、ライブペイント始めて2年目か3年目ぐらいに海外に呼ばれたんですよ、すごい。そう、それ呼ばれたのはアメリカのアニメエキスポです、すごいでかいイベントで、知ってます知ってます。それで初めてライブペインターを呼ぶことになった時に何人かいたんですって、やっぱ候補が、その中で2人選ばれた中に入ってて、それは多分珍しい、日本人ででかい漫画を描いてるやつは私しかいない感じで選ばれて、そっからやっぱ海外に呼ばれることがすごい多くなったので、今その日本でライブペイントしてるより海外の方がすごい多い。日本よりじゃあ海外でお仕事をされることの方が多い。多いですね。私会社も辞めてるんですけど、はいはいはい、これって別にこれがうまくいったから辞めたんじゃなくて、全然ただ会社がブラックで辞めたんです。ごめんなさい、そう、すごい忙しくて、ね、これじゃあ絵描く時間ないじゃんって思って、何の予定もないのに辞めたんです。でも辞める時に上司に言ったんですよ、いや絵やりたいんだみたいな、言ったら、そんなうまくいくわけないじゃんみたいな、めっちゃ言われて、そんな甘くないよとか、めちゃめちゃ他の人も言われたけど、いやいやみたいな、とりあえず辞めますって言って
やめて、やったら今があるみたいな。待って、生き様かっこよすぎない？すごくない？昨今、久方ぶりにこんな人見たんだけど。頑固なんですよ、なんかすごいですね、本当に。何も考えてないからできるんですよ。何も考えてないっていう才能だと思います、本当に。私逆にすごいネガティブだし、ネガティブゆえにめっちゃ慎重になっちゃうんですよ。これやって大丈夫かなとか、これやってみんなに迷惑かかんないかなとか、すごい考えちゃって、で、結果 100% のパフォーマンスができなかったりだとか、空回ってしまったりだとかするんですけど、何も考えないコツってありますか？すごいいいなって思います、ね、今日生きるの必死なんですよ。これも最近思ったんですけど、結構未来のことをみんな想像できますよね。確かに想像できるじゃないですか、大体これぐらいの仕事だとか。でも人との出会いって多分想像できないんですよ。あー、確かに。結局私もその会社辞めてバイトしたんですけど、バイトやって、まあ月にたまにイベント出ればいいなって思ってただやってただけなんですよ、でもそしたらそれを見つけるやつがいるんですよ。あー、そうか、私を見つけてくるやつがいて、なぜか続けてるとね、なんか見てる人がいるんですよ、絶対。そういう人が声かけてくれて、ピョンって海外にピョンって行ったりするんですよ。うわ、すごい。でもそれって想像できないじゃないですか。いや、まさかそんなことになるとかって感じですよね。そうそうそう、やんないと意味ないんですよ。考えててもしょうがない。出会いっていうのはもうやった先にあるものだから、はいはい、それはもう考えて、じゃあやらないってなったらそれは 100% 出会えないので、やっちゃいなみたいな。やっちゃいな、なるほど。やってみなみたいな、っていうのはめっちゃある。人と出会うことを想像するってよりかは、自分が何か行動してた、それに不順して人との出会いがあるってい う行動してるとね、ついてくる人いるんですよ、それ本で読んだことがあって、友達の話だったんですよ、はい、本当の友達なんて一人いればいいみたいな言葉だったんですけど、自分のやりたいことをただひたすらやってたら勝手に誰かがついてきてるんですって。それが友達らしいんですよ。あ、それが友達なんですね。気を使わずに好きに、もう好きにわーって私だったら絵とかね、イベント出たりすると応援してくるやつがいるんですよ、それが本当に友達だから、そういう人を大事にすればいいみたいな。絶対誰かはついてくるんですよ、多分ですけど。入っててイベントに出て活動してれば、どんなに下手くそでも多分出会えると思うんですよ、応援してくれる人っていうか、ファンというか、わかんないですけど。じゃあやっぱ続けていくことが大事なんですかね、やりたいことを。でも真面目にやること、それなりに人としてちゃんとして、いい加減じゃなくて、そうそうそう、やっぱ人としてのあれはベースに置いといて、それでやりたいことを突き詰めてまっすぐやっていくと、見てる人はわかると思うんですよね、こいつ本当にやってるなみたいな。刺さりました、すごい。うまくいかない時とかってすごいネガティブになっちゃうから、本当誰も私のことなんて見てないんだみたいな、たまにそういう風に陥っちゃう時があるんですけど、はいはいはい、そういうのはあんまり気にしなくていいんですかね。ただ続けていけば誰かが見てくれてるって思えば。そうです。でも怖い話をすると、はい、私漫画家目指して絵が仕事になるまで15年かかってます。へぇ、はい、星はバレますけど、15年かかって私はようやく今これが仕事になってるので、15年続けたらそれなりに何かにはなりますけど、15年続ける人がそもそも多分いないんですよ、そんなに長く、はい、っていうのだけ言っときます。15年かかってます。皆さん、ただ続けるだけじゃダメです。でもね、私もその結構頑張ったねって言われるんですよ、すごい頑張って続けたねみたいに言われるけど、私からしたら15年経っちゃっただけなんですよ。ずっとやっててなんかやっちゃうんですよ、書いちゃうみたいな、気づいたら15年経ってただけなので、多分本当に好きな人とかは続いちゃうんですよ、やんなきゃってなんないんですよ、やってるっていう。そう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 、それが割とあって、多分そういうものがある人は多分続けられる。なるほど。今その絵を描くことについてやらなきゃって思ってる人は、別にやりたくない時は描かなくていいと思うんですよ。私も毎日描いてる方は描いてないし、はい、描きたい時に描いてる、そのスタンスがいいと思う。なんか嫌でやったら嫌になるし、義務感っていうか、なんかやらされてる感みたいな出ちゃいますもんね。課題とかだったらもちろんそれは守らないといけないし、仕事にしたいならね、締め切り守らないといけないし、それ絶対やらないといけない。プラス描きたい気分になったら絵を描けばいい。無理やり描かなくてもいいかなって。やりたい人は多分やれるから、ね、本当にやりたい人って本当やってるんですよね。そう、やってる。気づいたらそうやってるのよ。考えなくて大丈夫です。考えすぎちゃうんだよな、本当に。自分の気持ちに正直に生きることですかね。そう、迷ったらね、絶対後悔しない方を選んだ方がいい。人から言われてこうしろ、じゃあそうするってなると、それ違った時に絶対その人のせいにするじゃん。確かに。自分が決めたら自分の責任って思うから、絶対人に言われたことの言いなりになるのは絶対やめた方がいい。なるほど。すごくないですか、ここまでの話のボリューム。
生、今日は深い話を本当にありがとうございました。もうついつい話に夢中になっちゃって、ずっと喋っちゃいますね。はい、そうですね。ごめんなさい。もう一生喋っていたかったです、はい、私も。一生喋っちゃいます。はい。ですが、今回は先生に生原稿を持ってきていただいたので、早速ちょっと見せていただいてもいいですか？はい、入って。わー。わー、すごい。わー、すごい。思ってるのと違いました。なんか、私は原稿をこのデジタルでしか見たことが、展示会以外ではそう、実際に見たことなかったので。昔なので、黄ばんでるのがまた、確かに、何年ぐらい前の原稿ですか？ちょうど10年前とかですね。これが最後の投稿作とかですね。すごいページがあるんですけど。はいはいはい。わ、すごい！作品じゃないですか、これだけ。やっぱ見開き。すごい。すごいよ、これ本当に。見て。すごい書き込み。すごい。これはどういうシーンなんですか？これは、あれですね。まあ、これが敵で、これが主人公の人間の変身して、こう、攻撃っていうか、まあ、まさに攻撃する瞬間ですかね。うんうんうん、あ、じゃあこれが主人公の。そうですね。なんか、ウェポンっていうか。ウェポン。へぇー。ありがとうございます。うん、先生の動画を見させていただいたんですけど、はい、私一番面白いなと思ったのが、はい、出版社ごとに持ち込みの時のページ数が規定が違うっていうのが、あ、そうなんだと思って。ジャンプだけ特殊なんですよ、ね。31ページ。31ページ。そう、偶数で終わるのに、奇数なんですよ、ジャンプだけ。なんでですかね。ポポジの噂レベルですけど、はい、ジャンプ用の原稿って他の出版社に持ってた時にバレる。あ、これジャンプ用なんだって分かっちゃうのが31ページ。当時そういう噂はありました。そっか、その原稿を持ってジャンプオンリーで行く人もいるだろうけど、うん、まあ別のマガジンさんとかいろんなとこもありますので、私それやったんですけど、はいはいはい、ジャンプ用の31ページの表紙はマガジンに出しました、うん、あ、じゃあマガジンの方にはあ、これジャンプやなって思われたってことですね。はい、ということで先生に原稿を見せていただいたんですけども、私が今日はセリフを読ませていただけるということで、うん、どのセリフにしましょうか？結構過激なセリフ。過激なセリフ。NG だったらどうする？すいません、こちらの軽くどういう経緯でこの子が言うことになったか教えてもらっていいですか？はい、これヒロインなんですけど、うん、ヒロインがこのおじさん教師にちょっと目をつけられてしまって、はい、ちょっといじめられてたみたいなところがあって、はい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 、そうなんですね。でもそれを知った主人公の男の子がまあいろいろやって助けるというか、うん、教師の弱みを握って逆転するみたいな。なるほど。時の直前のセリフなので、こっちはもう反撃態勢の第一声みたいな。あ、この子はもともと結構気が弱い感じだったんだけど、初めてこう一歩牙を剥き出した瞬間。なるほど。初めて大事なセリフですね。そういったのがこのセリフみたいな。なるほど。憎しみを込めて。憎しみ、了解しました。私に触るな、この変態豚野郎。でもすごい良かった。すごい。いやー、ありがとうございます。なかなか変態豚野郎は言うことがないので、貴重な。いやー、嬉しい。声がね、聞くのはやっぱ憧れが。あ、そうなんですね。アニメ化とか憧れがやっぱあるじゃないですか。そうですよね。なんかキャラに声出るってめっちゃ。うわー、いや、とんでもないです。光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。内田先生、今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。いや、このチャンネル結構絵を描きたいって方とか、うん、描いてるけど次のステップ進みたいみたいな視聴者さんがいるので、うん、絵の楽しい部分だけではなく苦しい部分だったり、うん、苦労話だったり生々しい話も実際に聞けたので、はい、すごく貴重な時間でした。ありがとうございました。ぜひまたいらしてください。はい、めっちゃね話いっぱいできたので本当に話したいことがあるので、ね、ぜひまた読んでください。はい、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では見てくださった皆さんもありがとうございました。またねー。